こう修行時代に理不尽なこととか何かあったりしますか、はい、理不尽しかない世界なので例えば先輩に、はい、まあ、して持ってった瞬間に蹴っ飛ばされて、はい、あんじゃねえかバカ野郎って言われました世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。スマイル社長こと重松が生徒となり、さまざまなプロから仕事の真実を学ぶ仕事の授業。今回の先生は寿司ジンベエを経営されている角田健一さん。今回はですね、はい、業界裏話編ということで、はい、まあ、今ねカメラ止まってる時にいろいろもうね聞いてたらもう今もワクワクしてるんですけどあのたくさん聞かせていただきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。じゃあまず最初なんですけれども、他の仕事では考えられないような業界の仰天エピソードみたいのってあったりしますか？そうですね、まあ、仰天エピソードというか、はい、まあ、僕が修行してた時代に、はい、まあ、朝寮から出てお店に向かったら、はい、まあ、いつものマグロ屋さんがこうマグロを運んできてくれた時に、うん、こうカメラマンと一緒に、カメラマン、カメラマンがついてる、はいはい、どうしたんですかって言ったら、あの何年か前に流行った大間のマグロの漁師さんを密着取材してるクルーが、たまたまうちのお店がマグロを買ってですね、はいはい、でそのカメラマンもずっともう最後お客様の口に入るまでこう撮影をしてたっていうのは、ちょっと修行しながらもワクワク面白いななんて言って見てましたね。でもあとこう修行時代に、はい、まあ、こう10年も修行されたわけじゃないですか、はい、そんな中でこうなんていうんですかね、理不尽なこととか驚いたことみたいの何かあったりしますか？はい、そうですね、もう本当に、まあ、ある意味理不尽の、理不尽しかない世界なので理不尽しかない例えば先輩に、はい、あれ持ってこいって言われた時に、はい、まあ、探しに行くわけですね、はいはい、でやっぱりその先輩とか他の方も使ってて、すいません今ないですと、うん、言いに行ったところ、いや、はい、ないですじゃなくて持ってくんだよって言われて、はいはい、そう言われたらもう無理くり、うん、作って探して、はいはいはい、持っていくわけです。はい、まあ、して持ってった瞬間に蹴っ飛ばされて、うん、はい、あんじゃねえかバカ野郎って理不尽の塊です。理不尽の塊まあそんなことがきっと何十個もあるってことですね。何百個ですね。何百個いやそれはすごいですね。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、この職に就く前のイメージと実際に就いてからの実態とのギャップって何かありますか？まあ、僕がもともと寿司職人を目指したきっかけっていうのが、はい、まあ、ちっちゃい頃にこう板前さんを見て、うん、あ、かっこいいなって思って この世界に飛び込んだんですが、はい、実際入ってみるとやっぱあのカウンターで立って握ってる時間っていうのは本当に短い間で、うん、はい、やはりそこにネタを並べるまでの仕込みであったりとか、うん、準備っていうものがやっぱものすごく大事だなっていうのは、うん、そこで握るよりもやっぱ仕込みが命なんだなっていうのは思いましたね。うん、まあ、最初じゃあ見てる時はもうかっこいいなっていうイメージだったけど、はい、実際やってみるとそういった大変なこととか、そうです、ね、お客さんに見えないこともいっぱいあるってことですね。はい、まあ、朝も早いですし、やっぱ夜も遅いですし、はいはいはい、まあ、皆さんがよくお寿司屋さんで見るネタケースにネタが並んじゃえば、はい、まあ、ある意味7割8割の仕事は終わりというか、うん、まあ、そこに並ぶまでがやっぱ大変だなっていうのは感じましたね。はいはい、なんかこのギャップっていう部分ではこうマイナスなイメージだったけどプラスにイメージが変わったみたいなこともあったりしますか？やはり掃除であったりとか、うん、衛生面だったりとか、まあ、はい、例えばトイレの掃除とかは徹底的にやっぱりきれいに しろっていうことを言われて、まあ、当時やっぱ修行時代は若いので、はい、あのなかなかねこう気持ちよくできる仕事ではなかったんですけど、はい、こうやっぱりそれを経験することによって、まあ、今自分でお店を持った時に、うん、まあ、トイレとかの目の行き届かないところまで届くようになったというか、うん、まあ、それがもう染みついているので、あ、それはやっぱ修行でやっぱそういう修行したから、うん、まあ、よかったなっていうのは今思いますね、うん、そういう修行があってよかったなっていうのは、はいはい、そうですよね。実際自分で始めてそうなったら当然トイレ掃除もそうですし、お店の店内をきれいにするっていうことはもう全部自己責任としてやらなきゃいけないわけですからね、はい、まあ、そこが染みついてるっていうのは、まあ、独立していく過程においては非常に大切なことなのかもしれないですね。ちなみに、はい、まあ、大将はこうご自身でやられてます、はい、であの一方でその回転寿司みたいな大手の、寿司屋さんも同じお寿司屋さんじゃないですか、はいはい、全然こうジャンルは違うと思うんですけれども、回転寿司で働いているスタッフの方もそういったトイレ掃除とかってやったりするんですかね？僕らが修行する時代は、はい、まあ、寿司屋になりたかった時は、うん、修行しか選択肢がなかったんですね、はい、それがだんだんこう回転寿司とかチェーンのお店が増えてきて、はい、今は本当に寿司
職人になりたいと思ったらいろんな選択肢が増えてきてるんですけど、はい、特にやっぱ例えばデパートとかに入ってるお寿司屋さんとかだと、うん、もちろんトイレ掃除はないと思いますし、やっぱビルの管理の人がやってくれたりもあるので、はい、そうなってくると将来自分で独立した時に、うん、年齢を重ねた時に自分でトイレ掃除きれいにできるかっていうと、うん、なかなかやっぱ僕が先輩に言われたのはもう小僧でしかできない修行があるんだぞっていうのをすごい言われて、はい、若い時だからできる仕事っていうのは多分そういう汚い仕事であって、それがやっぱ大人になっても身についてれば自分でもできるんですけど、はい、やっぱ今で操縦回転寿司とかチェーンのお店に行っちゃうと、そうですね、なかなかそういう仕事はできないので、自分で店を持った時には、はい、あそこの目が届くかどうかっていうのはもう本人が気にしてやらないと難しいかもしれないですね。はい、本当にこう働き方もいろんな形が生まれてきて、はい、まあ、その中で自分がどこを目指すかによって、まあ、どういうステップを学んだ方がいいかっていうところもあるんでしょうね。本当に独立したいのか、うん、それともある程度 の, その会社規模のお店で、はい、まあ、店長なり、うん、役員なりになっていくのかっていうのでもう全然多分違うと思います。なんかあの先ほど見習いが10年間あるってお話あったじゃないですか、はい、まあ、私がこう、まあ、素人だ分かんないんですけれども10年そんなに必要なのかなと思ったりもするんですけど、はいはい、大将どうお考えですか。今の僕のからしたら僕にとってはその修行はすごい良かったと思ってるんですけど、うん、まあ、本当に例えば重松さんに、はい、じゃあ握りを僕が教えるとしたら多分1ヶ月2ヶ月あれば握れちゃうんですよ、うん、あ、はいはいはい、でただそのマニュアルにない他のいろんな部分で修行っていうのはやっぱり答えがないというか、その感性の部分であったりとかっていうのはすごい培われるので、そういった部分ではやっぱりまあ僕は必要派なんですけど、まあ今ねいろんな形が寿司学校があったりとか、もうそこに入れば寿司を勉強できるっていうのがあるので、そこで寿司を握れるようになってから海外に勤めに行っちゃう方も多いですね。あ、そうなんですね。まあ、でも海外に行くと、まあ、日本人で、まあ、ある程度寿司握れますってなったら、はい、やっぱりこう求められることも多いでしょうね。今本当海外で寿司っていうものがまあちょっと流行りというかヘルシーで、はい、あの人気があるので、はい、まあ、日本人ってだけでやっぱりもう引っ張りだこっていう話は聞きますので、はい、海外で寿司職人として働いてる人も多いですけど、はいはいはい、まあ、僕の場合逆のパターンの人にも会ったことがあって、海外でもともと寿司屋で働いてたんですけど、はい、将来に不安を感じて日本に帰ってきたんですね。で日本の僕が、まあ、当時勤めてたお店に入ってきたんですけど、はい、まあ、やっぱり仕込みができないんですよね。魚が少ないので向こうで扱ったことない魚ばっかだっていう話で、うん、日本だと本当に小僧から勉強しないとっていうぐらいのレベルの方だったので、はいはい、まあ、その方は本当に逃げるようにまた海外に行っちゃいましたね。なんか本当にそういう学校を出て海外でやるっていうのも一つの働き方だし、でもやっぱりこう日本の中で独立して、まあ、自分でお店を持つってなった時には小僧の時しかできないような、もう汚い仕事であったりとかっていうことをやっぱり学んどくことが自分でお店を持つ中では非常に必要なんだなっていうふうに今感じましたね。そうですね。特にまあちょっとまた話変わっちゃうんですけど、はい、もう僕狩猟の時に耳を使えってすごい言われてるんですね、はいはいはい、例えば小僧の時もテーブルとか拭いてる時にもう耳で周りのお客様の会話とかグラスのあもうすぐなくなるなの氷の音とかそれを散々やっぱり親方に言われて、はい、まあ、それが僕とか身についてるので、例えば重松さんとかが来られて、はいはい、まあ、お客様と話してる会話大体聞こえてますなので大体こう、まあ、お客様も結構忙しい時気遣ってくれて、はい、これ頼みたいけど今忙しいよねみたいな、そういうやっぱ雰囲気とかあるんですけど、もう大体僕ら聞こえるので、そういう時はもうあの気を使わせないように、はいはい、あどんどん言ってくださいねとかっていうの部分では、はい、仕事耳っていう部分ではいい方だと思います。はいはい、いや確かにこう大将お代わりくださいっていう前にもうグラス持ってかれちゃいますからね、あのお店で言われたら怒られてたそれも一つの修行の成果ですね。じゃあ次なんですけれども、はい、ネタによって握るのが得意なネタであったり、はい、不得意なネタとかってあったりしますか。それは特にないですね。ただ、はい、こう一つ面白いのが、ネタによってシャリの大きさって変えてるんです。あ、そうなんですね、はい、あの寿司ってやっぱこう並べた時に高さが一定じゃないと綺麗じゃないんで、はい、例えば身の薄いヒラメとかはちょっと 1g、2g シャリを大きく握ったり、逆にちょっと身の厚いホタテとかは減らして握ったりして、
並べた時に背丈が一緒っていうのがやっぱ綺麗って言われてるので、その辺はやっぱ気にし、あの握ってます。もうなんだ、握った段階で、まあ、何グラムぐらいかなって、ね、分かるんですか。はい、あの中には多分お寿司屋さんいろいろ見てもらうと、こう捨てシャギってこう握って置いてからシャギを捨てる方もいるんですけど、はい、まあ、僕が修行したところはもう一発で取れっていうのを修行でやったので、はい、はい、もうその1回でグラム数は大体取れますね。まあ、それもじゃあ本当に修行の時にいろいろ学んだことなんですね。じゃあ次なんですけれども、はい、まあ、同じネタでも寿司屋ごとに価格がこう全然違ったりするじゃないですか、はい、それってなんでなんですか。そうですね、まあ、何個か要因はあるんですけど、はい、まずこう仕入れの値段の違い、はい、まあ、ランクの違い、うん、まあ、例えばウニ、茂山さん好きなウニでも、はい、ピンからキリまでやっぱり世界から来るウニだったり国産のウニだったり、はい、本当にランクがすごいあって、うん、その中でのやっぱり価格差であったりとか、あとはそのお店の場所柄とか、うん、はい、本当あの一貫の値段の中に土地代であったりとか人件費であったりとか、うん、お皿代であったりとかっていうのがやっぱり入っているので、はいはい、やっぱそういう部分で値段はだいぶ変わってきますね。じゃあ僕ら素人から見たらこれはもう同じマグロじゃんと思っても、はい、まあ、その産地が違ったりもあるでしょうし、 そのランクっていうのも違う可能性があるっていうことなんですね。そうです、例えば生マグロって言っても養殖のものがあったり、うん、本マグロって言っても冷凍のものがあったり、もう本当いろいろ、本マグロでも生の国産の本マグロなのか海外の輸入の本マグロなのか、はい、冷凍のものなのかでも全然違いますし、はい、うん、もう本当にネタはフィンからキリまでありますね、はいはい、まあ、そういう意味でじゃあ多少の、まあ、ネタの違いもあるでしょうし、まあ、立地的な部分での、まあ、お店の価格設定っていうところに変わってきちゃうってことなんですね。はいはい、そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、次の質問なんですけれども、馴染みのないお客さんとかもこう来られたりするじゃないですか、はいはい、そういう時に大将いつものってこう言われたりした時ってどういうふうに対応したりするんですか。はい、そうですね、まあ、心の中では、はい、あれ知らないぞと、うん、いつものって思うんですけど、はい、まあ、そこは丁寧に、じゃあお刺身から少し何点か盛りますかであったりとか、やっぱりこう会話をしながらお出しするようにはしますね。過去に、まあ、修行時代の話なんですけど、その時にやっぱり馴染みのない方が来られて、いつものみたいな感じで本当に言われて、親方も知らないぞみたいな感じで、まあ刺身を出して、まあそのまま握りも出してたんですけど、なんとその人が帰りに、俺は何も頼んでないと、だから金は払わないと、それで、まあ、はい、まあ、客当番をして警察に来ていただいたんですけど、はい、まあ、来るなり警察官がこう持ってたファイルでそのまあお客様の頭をパンと叩いて、はい、またお前かと常習だったみたいで、はいはいはい、いや大将いつものも怖いですね。いや怖いですね実際に本当に来てるお客さんだけど、はい、大将が覚えてないってこともあります？そうですね、基本的には例えば名刺をいただいたりした時は、うん、もうその名刺の裏に大体日付と何を食べたか何をのあの飲まれたか、はい、どんな会話をしたかは必ず書くようにしてて、はいはい、で何かこう一つポイントを探すというか個性を探すというか、うん、あこの方はあこういう喋り方だなとか何か一つこう個性を探してインプットするようにはしてるんですけど、はいはい、やっぱりたまにうんなんとなく見たことあるけど思い出せないって方もいるんですけど、まあ、そこはもう会話していく間でもう記憶をこう巡らせてもうあの思い出すようにはしてます。だって本当日々何十人っていう方とお会いするわけじゃないですか、はい、向こうは大将のことを覚えててもやっぱ大将が覚えるってのは結構大変だと思うんで、ただその、まあ、僕もそうですけどそういうたまにしか行かないお店で名前を覚えてくれてたりとか、はい、この前これ飲みましたねの一言があったりとかってすると、うん、お客様ってやっぱ僕もそうですけど嬉しい、うん、あ覚えててくれてるっていうのがあるので、はい、まあ、そこはなるべく覚えるようには、はい、してます。はい、じゃあ次の質問なんですけれども、はい、これまでに成し遂げた会心の仕事ってどんなことですかね。そうですね、まあ、何年か前になるんですけど、はい、まあ、友人のお母様が、はい、まあ、ちょっと体調崩されて、うん、こう施設に入らなきゃいけないって時があったんです、はい、でそうするとあの咀嚼がもうできないので、うん、施設に入ると固形物が食べれない、はい、もう固形物はもう出してくれないっていう話があって、はい、でお寿司が大好きだから最後の固形物は僕のお寿司を食べたいっていうことでこう出前を握らせてもらったんですね。でその時にこう、まあ、
全部完食してくれて、すごい美味しかった、ありがとうって言葉をもらった時は、うん、寿司職になってよかったなって思いましたね。なんかすごい本当お金には変えられない価値というか、そうですね、なんかその今話を聞いて私もジーンときますし、それは本当に会心の仕事でしたね。いやもう本当にそう思いましたね、うん、本当に真心込めて本当に握りました。はいはい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ次なんですけれども、業界のあるある話みたいのって何かあったりしますか？まあ、多分どの業界も多分あるとは思うんですけど、うん、まあ、職人さんが募集で来るんですけど、はい、まあ、大体来た時にはあもう一通りできますと、職人ですって形で来るんですけど、はい、意外と蓋を開けると何もできないみたいな方が多くてですね、こう狩猟をやっぱしてないというか、先ほどの話じゃないですけど握りはするんですけど、はい、仕込みはできませんとか、やっぱそういう方がすごい多いので、やっぱり人員不足っていうのはすごい業界では今多いですね。はいはいはい、まあ、その仕事を一通りできますっていうのは、まあ、その人の感覚では握れるよっていうことではあるんでしょうけど、はい、お寿司握れます、うん、だから職人ですっていう形で来るんですけど、はい、じゃあ仕込みお願いしますって言うと、あ穴子下ろしたことありませんとか、あ結構そういう方多いです、ね、はいはいはい、こう難しいですね、こうそれぞれがこう一人前というかできるっていうふうに思ってることが違うってことですよね。定義がやっぱりなかなかないので、職人としての定義っていうのはそれぞれ多分違うので、はいはい、僕らの感覚で対応すると全然違かったりとか、ギャップがあったりとか、はいはい、難しいところありますね。そうですよね、あの定義がそれないからっていう話もありましたけど、はい、大将の先ほどのお話だと、まあ、ネタを並べて段取りが8割だってお話あったじゃないですか、はい、まあ、それで一人前だっていうふうに来た時に、その段取りができないっていうことは逆に言うと 7,8 割の仕事ができないっていうことですよね。もう本当にロボットというか握りロボットみたいな感じなので、はいはい、それだとちょっとやっぱりギャップも出てきちゃいますよね。そうです、それ僕からしたら、いや職人じゃないよなって思っちゃいます、ね、うん。じゃあ次なんですけれども、はい、なんか僕の中ではなんとなくこうイメージあるんですけど、業界にはどんな方が多いですか？本当に個性的な人はすごい多いですね、はい、まあ昔昭和で言うと、はい、まあ、僕の親方世代で言うともう頑固、うん、頑固な方多いですし、はいはい、まあ、お酒好きな方も多いですし、うん、まあ、先ほど僕も言いましたけど自分が一番だって、うん、やっぱ職人なんで、やっぱりそういう部分はあるので、うん、いい意味でも悪い意味でも頑固であり個性的な人はすごい多いと思います、はいはいはい、ただ中には人とこう同調できない方もやっぱりいるので、うん、大きいお店になると、はい、もう俺は俺はになっちゃうとやっぱお店としてやっぱ回らなくなってしまうので、うん、はいはいはい、やっぱそこはバランスよく対応できる方の方がやっぱ重宝されるますね、はいはい、あの私もこう寿司が好きでこう行ったりはするんですけど、なんかこう喋りかけていいのかなみたいなオーラを出してる方とかもいらっしゃるじゃないですか。いますね、はい、だからなんかそういう意味で言うと、まあ、ジンベエさん、まあ、大将は自分でこうお店をやられてる中でもなんかすごいこう人当たりがいいというか、ある意味僕はそれが反面教師というか、はい、僕も寿司が好きなので、はい、いろいろ食べ行った時に、うん、やっぱりこう注文しづらい、うん、注文するタイミングがちょっとわからないとか、はい、大将と目が合わないとか、うん、そういうところだとやっぱり食事ってものが楽しめ緊張しちゃうじゃないですか、うん、でそれはなるべく自分でやるときはそういう空気は作りたくないなと思って、はい、やっぱり楽しく、はいはい、せっかくわざわざ足を運んで食べに来てくださってるので、うん、まあ、楽しく美味しく食べていただくのが一番なので、うん、僕がこうそこで偉そうにする必要は全くなくて、はい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 、その空間をやっぱり楽しい空間にしたいのが一番ですね。うん、なんか本当に今あのお話を聞いて、まあ、大将のいろんなことを見たことによって、はい、まあ、反面教師として自分はまた違ったこう店作りをされてるっていうのは非常によく分かりましたんで、でもまあお寿司好きってお話なんですけど、はい、大将毎日握ってるわけじゃないですか、はい、それでもあのお寿司って食べたくなるんですか？お寿司は食べたいですね、僕は。あ大好きでなんで、はいはいはい、で実際こういろんなお寿司屋さん行って食べるじゃないですか、はいはい、正直どうですか、買ったみたいなのあります？正直あります。皆さんぜひ食べに行ってください。いや本当でもあの会心の仕事という、まあ、感動エピソードからですね、あの理不尽たっぷりのいろんな言えないことまで、はい、あの業界の裏話を教えていただきありがとうございました。ありがとうございます。どういった方がこの仕事に向いてるとかってありますか？やっぱり食に興味がある人、うん、もう自分が食べるのが好きであったりとか、はい、
やっぱ研究探究心がある人、うん、あとはまあ一番は自分がこうお出ししてありがとうの言葉を素直に喜べる人ですかね。この動画が面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではジョブ with スマイル。